まあ、これまでね、まあ、参加型に参加した人がほとんどだと思うんですけど、今回はちょっと特殊です。大三元を狙いそうな手配でない場合は部屋を立て直します。解散しますかみたいなの出てくるので賛成をしてください。一人でも反対を押すと5分間解散できなくなるんですよ。これ非常に迷惑。これをした人はもうコメントブロックするので、マジマジ俺はマジだよ。でイリアコラボのあのキャラで来られた方は小ギルは OK です。小ギル以外の方は全員弾きます。よろしくお願いします。ブロックもします。よろしくお願いいたします。いやサクサクいくんで、準備完了ボタンを押すまでに5秒以上かかった場合は弾きます。厳しいんで、うちよろしくお願いします。マジで厳しいんで。アンコットのこれ大三元おさむですね。ということでお疲れ様でした。これで賛成に押してください。OK。こういうことです。これをひたすらやるっていう面白い配信です。お願いいたす。で、みかん5個目なんだけど。え、4個目か。Mac 回線とニューロ光は同じ。ぬくみずちぐささん。なんか、えらいまともな二人だったね、また。ね、ちょっとまともが続いてる、もうちょっと低編集する人。もうちょっと低編集する人欲しくない？なんか。欲しいね。なんか本当に。だいぶまともよ。うちで、うう、そうそうそう、聞こえづらいんだけど、みたいな、そう、そういうの、そういうの。底辺なんていないのかも、この世には。この世にいないのかもしんないね。はい、ということで、こんにちは。こんにちは。いた低編集するやつ来た。こんにちは。来たほら、こういうの、こういうの待ってた、待ってたよ。どういう配信環境でやってるの。いや、家なんですけど、うん、下の部屋が親の部屋で、実家か。そう、実家なんですけど、うん、僕の部屋何にも壁ないんですよ。ベニヤだけ、ベニヤだけ、ベニヤだけ。悪人とか受けたら大丈夫。どうやって生活してんの？え、彼女とか呼べないじゃん。呼べないっす。ねえ。面白いわ。めっちゃ喜んでる。はい、あれじゃないんだよ。まだ自己紹介してもらってないから。いらないだろ、自己紹介、こんな。こいつら無理だよ、受かるわけねえよ。ちぐさくん、自己紹介お願いします。あ、はい。先ほどご紹介されました。ご紹介されました。カイファラ系 VTuber の、待て待て、ちぐさと申します。何系？なんでいきなり声ちっちゃくなるんだよ。ごめんなさい、カピバラ系 VTuber。カピバラ、うちもいるんだよ、カピバラは。知ってます。知ってた？はい、配信見てます。配信見てるのね。僕は、はい。その VTuber になるきっかけが、その配信の、いろんな人の配信を見てからやったので、という感じですね。何がそういう感じなんだろう。そういう感じなんだろう。ということで、残念ながらですが。終わっちゃった。終わっちゃった。ああ、面白かった。一番笑ったわ。実家が1位じゃん。いや、マジで面白い。一番面白かった、今日。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。はい。マジで面白い。これちょっとアキレス、ヘラクレス1位指名ありますよ、今の。1位指名全然ある、マジ。ああ、面白かったー。ああ、面白かったね、本当にね。マチコ監督さん、よろしくお願いします。待って、今、イリアじゃなかった？イリアのキャラクターじゃなかった？待って、今、イリアのキャラクターじゃなかった？二度と通さない、お前のこと！二度と通さない、お前のこと！え？ちょっとね、信じらん！どっち？え、どっち？このマチコ監督なのか、ぬくみずちぐさなのか、どっち？ね、どっち？これね、間違えたの、どっち？ねえ、どっち？どっち？
アコラボ使うやつは頭おかしいんだ。大変。スパチャされたから許す。スパチャか。ほな許すか。実家じゃん。うわ。でもやっぱ2000円スパチャされたら大概のことは許しちゃうけどさ、2000円スパチャする金があるんだったら多分だけど、あの実家の改装した方がいいと思う。あー、カマセイヌちゃんよろしくお願いします。カマセイヌだって、ちょ、実家4000円、お前にとってさ4000円はでかい金だろ。いやもうマジでいらない、マジでいらないから、マジでいらないから投げるな、本当にやめてくれ、やめ、両親の呵責、本当にやめて。いや全然、もう全然許してるんで、全然気にしないでください。実家さんありがとうございます。てかこのさ、なんか1回2000円を投げてからもう1回2000円を投げるまでの間がさ、余計両親の呵責が感じるわ。私なんてもうさ、さっきのこと完全に忘れてたのにさ、絶対忘れずにいたからね、絶対忘れてなくて、あ、2000円、あと投げないとっつってずーっと多分投げるタイミングとか考えてたんだよ。もうすごい、なんかうわーってなった。みんなチャンネル登録してあげて。になった時点で落としてってくださいね。おい、お前金ないんだからさ、実家、お前何しとんだ、お前ありがとうな。こちらこそありがとうございました。ちなみに今ツイッターで渋谷駅で検索かけようとしたら DM 来てるのに気づきました。読み上げます。本日の配信大変申し訳ございませんでした。二度とこういうことがないようにしますので本当に申し訳ございませんでしたって来てました。バラすぞ、俺は全部バラすぞ。全部バラすからな。